七国造機は、将棋類の一種であり、三人から七人で行う、ボードゲームの一種である。シャンチーの編集の一つ、芝光の考案と伝えられる。中国の戦国時代を模しており、各国の将は、戦国、七尾の国名となっている。日本には、江戸時代に伝わり、これを好んだ、徳川家春の影響により、短期間ながら流行した。以下は七人で対局する場合、 三人から六人で対局する場合余る国を同盟で結ぶ。シャンチーと同様、国によって色分けする。旗は白、座エはくれない。藩は、主、彩は青、儀は緑、蝶は紫、ツバメは黒、衆は黄初期配置図立て横、斜めに何字でも進める。駒を飛び越えることはできない。取られると負けとなる。日斜めに何字でも進める。 駒を飛び越えることはできない。変獣王に何時でも進める。駒を飛び越えることはできない。剣獣王に一素進める。奇獣王に一素進み、斜めに三素進む。駒を飛び越えることはできない。すなわちの位置に他の駒があれば、その方向には進めない。宝獣王に何時でも進めるが、敵の駒を取るときは他の駒を一つ飛び越えなければならない。 シャンチーの包みと同じ。石弓獣を斜めに五素字まで進める。駒を飛び越えることはできない。刀斜めに一素字進める。弓獣を斜めに四素字まで進める。駒を飛び越えることはできない。後人獣を斜めに何字でも進める。駒を飛び越えることはできない。他の駒を取ることはできず、他の駒に取られることもない。障害物として使う。周動かない。 どの国の駒でもなく、取ることもできない。陳津、金正編新集に収録している、古曲像記図が七国像記の書室である。その罰によると、大一民が平けき日の江戸らに観光したとある。大一民は作者を、柴光と伝えているが、それが真実かどうかは明らかでない。中国には他に、明らほこれが、交渉儀というチャトランガ系の創作ゲームを作った。 ことが知られているが、番が1919 19で、駒が98枚だったことを除いて、その具体的ルールは伝わっていない。日本では、将棋図式に7国臓器を載せているほか、温厚7国将棋図国示会のような専門書も作られた。ありがとうございます。